1988年にですから石油ショックの事件から16年後ですねアメリカの上院の公聴会で地球温暖化の会議が開かれましたそこに NASA のハーセンという部長が登場しましてこれからの地球はもう CO2 という温暖化ガスが排出することによってどんどん温度が上がってもう50年も経ったら住めなくなると皆さんも覚えておられる人もおられると思うんですが北極の氷が溶けて海水面が上がって スバルとかいう島が沈んでしまうとかね。東京もですね、朝日新聞がその頃、正月かなんかに特集を書いて、で今から30年後か50年後かは、東京には住めないと。従って、首都はつくばに移るんだと。5.5メートル海水が上がるんだと。まあいうような記事がガンガン出てくるということで、石油がなくなるっていう話から一気に地球が温暖化するっていう話に、環境問題が変わりました。もともとですね、 石油がなくなれば温暖化しません。なんでかって言ったら、人間っていうのは CO2 を自分の勝手に出すことできないんですよ。石油、石炭、天然ガスがあるから、これが炭素ですからね。炭素を燃やして、空気中の酸素と燃やして CO2 を作るっていうのは人間がそれしないとできませんから。最近なんか牛のゲップとかなんか言ってるけど、そんなのはもう全然量が少なくて、主力は人間が炊く内燃機関って言いますか、そういう炭素を炊いて CO2 にするっていうね。 それが、あの、元々ですから。ですから、石油がなくなるってのと、地球が温暖化するってのは相反する現象なんで。だから、ヨーロッパは比較的そう言ってんじゃ、論理がしっかりしてますから。石油がなくなるって話をやめて、地球が温暖化するのに切り替えたんだけど。日本人はそこの曖昧ですからね。今でもなんか両方心配してる人がいるんですよ。あんまり口に出して言わないですよ。だって、あなたそんなこと科学わかんないんですかって言われちゃうからね。炭素がなくなったら CO2 できませんから。 だけど、ま、そっちにこう切り替えたわけですね。そして、それが1988年に始まりまして、非常に細工で、政治的なもんですから必ず細工はするんですね。5月のシカゴの穀物相場が急騰したんですね。で、これは、その、どういう理屈だったかといったら、その頃まだ地球温暖化が怖いなんて話はないわけですから、人を落とすにはどうしたかったら、要するに、小麦の生育量が悪くなったのは、工業が出す。 CO2 によって気象が変動するから小麦が悪くなったんだ。つまり農業は自然のままやってるのに工業が自分勝手にやってるから工業の影響を受けて農業が被害を受けてんだから穀物相場で損した分は工業から補助金を農業に出せっていうのが最初なんです。ですから上院の公聴会でやったんですアメリカのね。だからこれはもともと政治の話なんですね。で、その年の12月にもうアメリカですからね 6月に校長がやって、12月に IPCC っていう地球温暖化パネルというのが国連できましてね。それはもう完全に政治的なものですから、IPCC の委員というのは各国政府が選んだ人が出てくるっていうことですね。で、これはね、裏に原子力がありましてね、その当時原子力の反対運動ですごく苦しんでたんですね。特にイギリスなんかは将来はやっぱりあの、原子力でやらなきゃいけないと。原子力でやりたいけども、原子力に反対運動がある。 あの、イギリスには北海油田ってなるんですけど、北海油田が、まあそのうち枯渇しますから、その時に困るので、イギリスはどうしても原子力やりたい。で、閉めたとこれに飛び乗りましたね。なんでかっ言ったら、原発よりか怖いものが出てきた。原子力発電所よりか、地球温暖化の方が怖いんだと。じゃあ原子力いいじゃないかっていう話になるっつって、ヨーロッパ勢は全部、そのね、IPC ができた途端に、地球温暖化賛成に回ったわけですね。 それがあの、今の地球温暖化です。地球温暖化っていうのは、ですから環境問題なんでね。CO2 が出ますともちろん温暖化します。現在温暖化してるのも事実ですね。現在温暖化してるのは CO2 かどうかいろいろ学者の議論があるけど、僕はまあ、そういうことはあまり興味なくて、1700年ぐらいに商標画期だったんですね。ヨーロッパですと、イギリスのテムズが凍ったものだったし、日本は江戸時代の中期に打ち続く、 この、基金が生じたのはそれ、温度が全体に下がりましたからね。地球全体が下がりましたから。それから今、回復期ですから、今はあの、温暖化するのは当たり前でね。本当はあの、消費用期の前から温度のカーブを描けば、こう下がって上がってるんだから。みんなそれは上がるだろうなと思うでしょうけど、なかなかね、相手はサラモンですから。20世紀だけを切り取ってますからね。上がってる途中の20世紀だけですから。上がってるから。僕もよく言われるんですよ。 武田先生なんか温暖化どうのこうの言ってるけど、温度上がってるじゃないですかって。上がってるんですよ。ただ、平安時代がね、あの一番暖かかったんですね。あの頃はまだヨーロッパでは北の海にバイキングが、氷がなくなってバイキング、それからあのグリーンランドとか発見されたのは全部1000年なんですけど、あれはその頃にちょうど暖かくなったから。日本では平安時代ですね。平安時代には神殿造りっていうのができたんですけど、あの神殿造りってのは部屋と部屋の間の廊下が外にあるんですよ。外にこう廊下がある。あれ雪が降らなかったからですね。 雪が降ったら外に廊下なんかできませんよ。雪が積もって歩けないじゃないですか。だから、そのね、平安時代の気温になるのにはですね、今のこうトレンドをそのまま原因は別にして、こう傾向だけを外装してこうずっと線引っ張りますとね、あと250年後です。ですから、早くても200年後。ですから、まあ今のね、温暖化のペースいうのは、平安時代までは大丈夫だと思えばね、僕なんか楽天的な性格ですから、平安時代ぐらいまでは大丈夫だろうと。 縄文時代だっ,ったらまださらに一度高いんで500年後になっちゃうんですけどね。まあそういうと地球温暖化で儲けてる人たちが反対するからあまりそういうの言わないようにしてるんですけど。まあ一応その200年ぐらいあるんでね。問題ないんじゃないかというふうに思ってはいますが、いろんな方法も見つかりますし、電力の使用も別に石炭石油高なくても良くなるかもしれませんしね。あんまり200年後とか250年後ぐらいまであまり考えなくていいんじゃないかと僕は思います。ただ、 それは今全体の現象ですね。これは日本として恥ずかしいのは石油がなくなるっていうことと温暖化するっていうのはもう外国人から見たら全く違う現象で全く正反対の現象ですから。それはね、やっぱり気をつけて言った方がいいと思うんですよ。日本人ってバカだなぁと。なんかテレビとかね、自動車作れるかもしれないけど、科学の原理って何にもわかってないんだなと思われると悔しいからね。ちょっとここでまずご注意申し上げたんですが。 もう一つはですね、今は地球温暖化を防ぐために温暖化ガスを出さない、もしくは温暖ガスを回収するとかいうのに血まなこになってますけど、科学ってのはそういうもんじゃないんです。科学ってのはなぜかっていうのを考えて、それ,それをうまく利用するっていうのは科学ですね。あの、ヨーロッパはね、ものすごく困るんですよ。ある意味では。っていうのはですね、ヨーロッパで CO2、温暖化ガス出しますとね、これは東に流れるんですよ。地球が高回転してますから。必ず偏西風ですからね。 ですから、こっちに流れますとね、ロシアなんですよ。あそこ大陸ですからね。ロシアを流れてる間に完全に混合しちゃって、温暖化するんですよ。これやっぱり。だから、ヨーロッパは CO2 あまり出さないんですね。とか、日本はね、周りが海なんです。特に太平洋っていうのは、温帯太陽洋ですね。中緯度太平洋っていうのは、CO2 がすごく少ないんですよ。溶けてる量が。だから、ものすごく過小になってて、これはあの、 気象庁が地地図図出してますすかからね、地図ご覧になるとかるとわんですけど、世界で海で一番 CO2 が不足してるのは日本の東なんです。ですから CO2 ってのは分子量44で空気ってのは28.5ぐらいですから。だいたい重さは CO2 が1.5倍重たいもんですから。だからもう何の心配もないですよ。東京なんかで CO2 出したって半日で太平洋行きましたね。そこで重たいから血を張ってますから。そのまま吸収しゃいましたね。 CO2 がなんで少ないかっていうとですね、日本のこっちは漁場なんですね。魚がいっぱい住んでるもんですから。魚っていうのはなんであの魚の体ができるのって言ったら、海水に CO2 が溶けるから、その溶けた CO2 を植物性プランクトンが食べて、植物性プランクトンを動物性プランクトンが食べて、それを小魚が食べて、それでタイとかサンマが食べるからできるんで、あの体が海から湧いてくんじゃないんですよ。 塩水なんかは体作りませんから、CO2 しか体作りませんからね。ですから、ちょうどこの太平洋の東っていうのは CO2 が少ないんですね。ですからあ、日本が国際的に貢献するっていうことを考えますとね、つまり温暖化を防ぐために、僕のあのいつも論理っていうのは、一応温暖化はどうですかっていう説明はするんですけど、あんまり人と違ってもなんだから、皆さんが温暖化心配だったらどうしたらいいって。そういうことも一応言いますとね、日本はね、世界で 温暖化ガスを出しても、温暖化しない、ほぼ唯一の国なんですよ。あと、まあちょっとだけ別のところに少し、日本よりかは不利だけども、一応海水が吸収するっていう場所もないじゃないんですけど、日本みたいに安心して出せるとこないんです。特に日本の場合ね、南北に長いですからね。だから、あの、太平洋側にでもですね、火力発電所のを作ればね、原子力発電所が全然いらないですよ。いや、作ってもいいですよ。趣味で原子力発電所がいいっていう人はそれでいいんだけど、火力発電所いくら作ったって、 煙だった途に海水に吸収されちゃうんですから。何の問題もないんですよ。魚が本当取れると。だからまあ簡単にはね、地球温暖化にあの日本が貢献したらね、タイが安くなる、刺身が安くなるっていうだけのことなんですよ。ですから、私はね、やはりあの石油とか石炭とか天然ガスっていう資源は人類にとって大切なんです。他の国がもし使いにくければ、日本が積極的に使って、ちゃんと計算もして、そして日本は 地球温暖化の抑制に貢献すると。そのためには太平洋側の方に火力発電所を作って、そしてやるというような積極的なね、前向きのやっぱり提案をして、そして日本のエネルギー政策を決めていった方がいいと思いますね。今のエネルギー政策はね、全部ね、後ろ向きなんですよ。これを電力減らそうとかね。なんかこまめに電気を消しましょうとか。それもいいですよ。別にあの、浪費がいいっつってるわけじゃないんですけど、 別にじゃんじゃん使ってもいいならね、明るい方がいいし、クーラーも使った方がいいんだから、別に何でも遠慮しなくて使えばいいんですよ。太陽光発電なんかやるとね、余計にね、いろんな問題が生じますが、日本が繁栄して環境を良くして、魚も喜ぶっていう方法があるんだから、日本は。その方法を取らなきゃいけないですね。だからその、今の日本はね、残念ながらね、悪い方法ばっかに考える。悪い方を考えた人はもてはやされるんですよ。 だからね、僕みたいに地球温暖化は平気ですよ。別に火力発電所を太平洋側に作ってね、吸収したら魚も喜ぶしって、こういうのをね、今はね、あんまりもてはやされない時代なんですよ。しかめつらしてね、それで地球温暖化したら困るから、250年で薄くぐ来ちゃうから、今からみんなで環境に気をつけて、人生なんかどうでもいいから人生なんか楽しまくていいよと、節約だけしてなさいなんていうね、そういう人が最近もてはやされるんですよね。残念ですね。だって、 250年って言ったらね、あとね、30年ごとに1世代変わりますからね、8世代ぐらいがね、我慢しなきゃいけないですよ。人生ってうのはもう30年で終わりですから、大体。だから、解決策があるんだからね、科学的に。解決して、それからね、もう一つはね、ヨーロッパがなんで騒いでるかっていう理由にもう一つあるんです。それはね、緯度によって温暖化って違うんです。これも気象庁が計算値出してますけど、例えば日本平均で1度上がるとしますね。気象庁のデータはちゃんと出てますか 北海道は2度上がります。鹿児島は上がりません。緯度が高い方が上がるんです。ですからね、皆さんあの、ロシアのプーチン大統領もあんまり好きじゃないようですけど、プーチン大統領は温暖化なんつうのはロシアにはいいことだから、あんまり自分たちは関心がないなっつってますけどね。その通りなんですよ。北の国が暖かくなって、南の国の気温が変わらないっていうのが、北半球における温暖化の特性ですからね。これはもう気流とかそういうの決まってるわけですから、しょうがないんですよ。 ところが、ね、ヨーロッパはね、ヨーロッパの一番南、イタリアの一番南ね、スペインの一番南、ここの南はちょうど日本で言えば仙台ですから。だから、日本は北海道だけは暖かくなるけど、ヨーロッパはもう暖かいところまで暖かくなりますからね。あれメキシコ暖流でそうなってるんですけど、まあそういうことなんで、あの皆さん、まず石油はなくならないから安心してくださいね。温暖化がある間は、温暖化、温暖化ってなんかテレビとかそういうの言ってる間は、石油はなくなりません。 これは相反する現象ですから。それが一つと、日本は島国で、日本の周りの海が CO2 を欲しがってますんでね。CO2 がないと魚が育ちませんから。日本みたいな漁業国でもう、漁獲量の自給率も50%切りましたからね。やっぱりもっと近海で取れるような政策を取るべきだと思います。だからまあ、地球温暖化はまあ200年後だして、日本は出しても平気だし、もっと明るく言いましょう。大丈夫ですから。日本を取り戻す CGS。 武田邦彦でした。